電子カルテシステムの記録データ健康情報学、医療情報学は、情報科学、コンピュータ科学、医療の学際領域である。この分野では、健康と生態に関わる情報について、それを最適に取得、蓄積、再利用するための情報源、装置機器、技術などについて扱う。健康情報学で用いられる手法には、コンピュータ、診療ガイドライン、 医療用語の公式定義、情報コミュニケーションシステムがある。応用される分野は、看護学、臨床医学、歯科学、薬剤学、公衆衛生学、作業療法、物理療法、生物医学研究など。臨床情報学は、臨床現場における医療情報利用についての分野である。医療を、情報学及び、コミュニケーションシステムの技法にて分析。 計画立案、思考、評価することで患者及び市民の健康状態を向上させ患者の治療を改善し医師と患者の関係を良好とすることを目的とする。臨床情報学者は情報学で得られた概念、技法、道具を組み合わせることにより医療に以下を持ち込もうとしている。医療技術と IT を組み合わせることにより医療従事者は 医療情報学の助けによって安全、効果的、効率的、迅速、患者中心、普遍的な患者ケアが可能になるであろう。香港においては1994年に香港病院管理局によってクリニカルマネージメントシステムと呼ばれる患者記録電子管理システムが導入されている。このシステムはべての管理局に配備されており、1日に平均して3万の 医療関係者ユーザーを持ち、1日あたり通信数は200万件に上る。このシステムには、すべての医療機関の情報が統合的に蓄積されており、700万人の電子、カルテデータがオンラインでアクセスできる。2004年からは、X 線写真データも電子カルテ情報に加えられ、すべての管理局にて写真データが共有されるようになった。ありがとうございます。